李氏朝鮮の行政区画は全国を八道に分け村の規模により地方間の等級を調整し小さい軍権を統合して全国に約330個余りの軍権を置いて成立していた。高麗時代まで特殊行政区域だった県、里、柿部も一般軍権に昇格させた。王朝の初期には高麗の制度をそのまま踏襲したが1413年に八道を敷いた。 この区画は以後若干の変更はあったが、概して朝鮮王朝の末期まで維持され、1895年に府、軍、県を廃止して、軍主を置く一方、八道二十三府制に改め府に観察主を置いた。しかし翌年には再び旧制により十三日制を、宿など大幅な改変を行った。1865年頃の朝鮮の行政区域朝鮮王朝の地方官は、 外官といい、そのトップは道の観察士であり、その下に主礼の府倫、大都合府市、牧市、都合府市、軍主、県令、県官などがいた。高来とは違いすべての軍権に地方官を派遣した。観察士の職務は本来官家各地を巡回査察して守る例の業績と民間の実情などを観察することにあり、 一定の差ところはなく、単身で巡歴したため、観察士の職は必ず巡察士を兼ねることになっていた。観察士の地方行政を補佐するために、中央から派遣される官員に、経歴、都市、方眼、中軍、県立などがいた。守る霊中で次に行為なのが不倫で観察師と同格であり、観察師所在地の不印は大抵観察士が兼ねていた。大都護府は不印に次ぐ、 第二級地方長官で、本来都語という制度は、関と等の制度であり、軍事上鎮語がその役割だったが、朝鮮の場合には、地方区画上の名称に過ぎなかった。牧師は、府印、大都語府市に次ぐ、地方官として、軍友の名前が、州になったところ、約二十箇所の区画名を牧と言い、その長官を使いと言った。都語府市は、牧師に次ぐ、 第四級地方官として全国に約80カ所、軍手は第五級地下多官として約80カ所であった。これら正式地方官制の行政権以外に観察し、兵士、水師と大友の種類はその幕僚として、秘書を置き、また、教皇の指導のために、府、僕には、室区間の教授、軍、県には、室区間の訓導がいた。この外に、 地方行政官で、交通行政に関する特殊職の冊子法、駅、進む、渡り進むなどがいた。観察し及び種類の事務は、中央官制の縮図として、り、と、れ、兵、い、けの六夫差での文章と、土着の理属を任用し、り、書、または、がまえと呼ばれた。また、地方官庁の限界として、中央官における六層と、 相応するように六封になっていたが、地方の特定の封が中央の連携機関である層のように直接的統制や緊密な連携を持ってはいなかった。これら地方官庁の六層は、偽政府や六層とは内外職官の理解の差はあっても直接的な立て的命令系統が確立されず、道の観察士が国王の直接的な指揮監督を受け、また軍の主令が 観察史の直接的な指揮監督を受けており、これら六夫は各々の観察史と守り例の補助機関に過ぎなかった。管轄する行政区画は各項目に記載。ありがとうございます。